I want to test myself against Kenshiro again. 現在のコンディション、減量の進み具合も含めていかがでしょうか? Everything seems going very good. I'm happy with my training results and you know, sparring is going great, so I'm excited to fight night.全て良いです。順調です。トレーニングも素晴らしい結果が残せていまして、スパーリングもとても良いものができたので、今はコンディション抜群です。来日した時にもお答えされていたと思いますが、改めてアメリカでどのぐらいスパーをされたのかと、日本に来てからはどのぐらいスパーをされたのか教えてもらえますか。I'm not too sure. Maybe 160 rounds? 160? Oh, sorry. Yeah, here in Japan, maybe...I'm not too sure, but I already racked up a few rounds. まあ、アメリカで160ぐらいだったかなと。そして日本に来てからも、まあ、引き続きやってるので、なんか増えてます。ありがとうございます。そして今回ご自身にとっては初めての防衛戦、ベルトを守る戦いということになりますが、これまでの試合と比べて試合前の心境の部分で何か違いはありますか? I feel like it's more than just the defending the belt, but the challenge in front of me. I feel like...Defending my title against someone like Bomba is a great opportunity for me to showcase my skills and show how good I really want to be. 自分自身がタイトルを防衛するということもなんですけれども、今回対戦相手がまあボンバーゴサレス選手ということで、彼のような選手にとを相手に防衛戦ができるというのは自分のスキルを見せるチャンスだと思います。今お話に出た挑戦者対戦相手の印象を教えてください。I think he's a slick opponent. He has great movement, great footwork. He has a good speed, so I feel like those are just good advantages that he has. So I'm here to pressure and you know, throw a lot of punches. You know, that's why my conditioning is very good coming for this fight. I'm excited to see how our styles match up.とても賢くいい動きをする選手です。動きもいいですし、まあ、フットワークも含めた動き、そしてスピードもあるので、そういったところが彼のアドバンテージとして働くと思うんですけれども、自分もプレッシャーをかけていきますし、コンディショニングも今とてもよくできているので、どういったマッチアップになるのかが楽しみです。もう一歩踏み込んでお伺いしたいんですが、こうどんな試合をイメージされていて、どんな勝ち方が理想なのか、このあたりも教えてください。You know...sparring has been very good. My sparring partners have been simulating his fight style very well. So, I mean, you know, going into this fight, I'm very confident in, you know, hopefully getting the stoppage. I know that, you know, he has good boxing, so maybe it won't go towards my favor in the later rounds, but maybe in breaking him down, round by round, breaking him down, going to the body, you know.It's going to be a tough fight, but I think I can pull out the win, and I know that I'll be keeping my belt. 先ほども言ったようにスパーリングもすごくいいものができました。スパーリングパートナーが対戦相手をしっかりと真似してシミュレーションしてくれましたので、そういったところも自信を持たせてくれました。できることならばフィニッシュでしっかりと判定までいかずに終わらせたいなと思っているんですけれども、ゴンサレス選手も、まあ、素晴らしいボクサーであり、後半になるにつれて自分の思うようにいかなくなる展開っていうのも予想できるので、ボディを効かせて、早打ちに、ダメージを与えて、そして、まあ、タフな相手だからこそ勝っていきたいと思います。ありがとうございます。日本でこれで4戦目になると思いますが、日本のファンに対してはどんな試合を披露したいと思ってますか？You know, I feel like I bring a very exciting style. I feel like I'm a little firecracker. I want to just, I want to be more explosive. I want to show my speed. I want to be, I hope they like the show that I'm about to put on. Because I'm going to fight my heart out to keep this belt.エキサイティングな自分のスタイルを見せたいと思います。でも本当に爆竹のような爆発力のある試合もしたいですし、そういったスピードを見せて自分の、まあ、見せるボクシングが皆さんを喜ばせられるように、自分自身も全力でベルトを守りに行きますので、そんな試合を見せたいです。岡部さんにもお伺いしますが、岡部さんの目から見てオロスクワガ選手の今の仕上がり、どう映ってますか？先ほど彼自身も言いましたけど、まあ、いっぱい手数を出して終盤ブレイクダウンさせていって勝つっていうのが理想だと思うんで、それに向けて一生懸命練習していると思います。
コンディションや試合に向けてのこう調整という部分ではもう万全という。はい、減量もだいぶ早く落ちてるみたいなので、日本ちょっと暖かいんで汗もすごい出やすいですし、はい、長いラウンドスパーリングも問題なくしてますので、コンディションは悪くないと思います。BMI ももちろん結構なんですが、この試合どんなところがポイントになってきそうでしょうか。まあ、先ほど言いましたように、あんまりこうあんまり考えすぎずに前に前に疲れさせていくっていう動くと思うので、はい、ボディ体中ですね、先に当てて当ててリングの、ロープにロープにロープに連れていって打っていく、どんどん手を出して打っていくっていうのが鍵になると思いますけども、はい、はい、チャンピオンになった前と後でボクシング自分の中で変わったこととか何かありますか。Working a lot of my defense. You know, I went back and I saw that I need to work a lot on my defense and how to move my head set aside.Working on how to keep my hands up. I get carried away in the moment and I just forget about my defense and just care about offense. But you know, it's good to worry about both sides, you know. Yeah. まあ、試合に関してなんですけど、前回の試合を見た時にディフェンスが甘くなっている部分があるなと思ったので、そういったところはより練習してチャンピオンとして強くなりたいと思いました。まあ、例えば左右に頭をしっかりと動かすっていう基本的なことですとか、ガードを上げるとか、あとは時折こう試合の流れに自分自身も流されてしまってオフェンス重視になるところがあったので、もっと、自分を防御するところ、ディフェンスを注力していかなきゃいけないなというように思ってました。まあ、チャンピオンなんてやっぱ自信がつくと思うので、やはり自信がつくと、まあ、順ともそうですけど、やっぱこうなんていうんですかね、多少殴られたって効かないっていうか、やっぱ自信のついた面ではすごい大きいと思います。もちろんさっきも言ったようにディフェンス練習したりたくさんいろんなことをしてると思いますけども、やっぱチャンピオンになってもう一つ強くなるっていうふうに思いますんで、はい、いい勝負で見せるんじゃないかなと思います。今その世界チャンピオンになった後に見据えてるその先みたいなものが、you know, when, now that I have this belt, now I can really say I want to, you know, rematch against my only defeat. I feel like every fight gets me better. Every fight is gonna make me better. You know, in the training camp and in the fight, confidence is going to go up. You know, I only have 8 fights, so I'm only gonna get better. And you know, I wanna, you know, one day I wanna test myself against Kenshiro again and see how that goes now that I have the belt. Maybe he wants to give me a rematch, you know, so I'm excited for that. And maybe, you know, get all 4 belts. The sky's the limit. Okay, sure.そうですね、今現在このベルトを獲得していますので、まあ、何かやりたいことというと、まあ、唯一の敗戦相手に対する再戦っていうのもありかなと思います。毎試合自分自身が強くなっているという思いもあり、まあ、練習もしていく中で自信 も上がっています。まだ8戦しかしていないので伸びしろしかないんじゃないのかなと。なのでケンシロウ選手との再戦っていう、まあ、新たな試練を与えるのもいいかもしれないですし、まあ、今もしかしたら私が持ってるのでベルト向こうの方から逆に再戦しようと言ってくるかもしれないですよね。